渋谷春さんと交わせとカスタムでます。なんか誘われたんで頑張ります。P.S.O.P.S. five の方も参加可能です。配信前にこの話をしていたらラッターさんからなんで俺たちはもらえないんだという苦情を受け付けましたが、はい全部言うやん。全部言ったな。三千円欲しい。まあ欲しいですよね。三千円は欲しいだろ。 どうしようかなちょっと変えるかこれゲストの人はもらえてもいいあ、渋さんはもらえないけど、俺らはもらってもいい。うん、ねえ顔さんじゃあ。うん、欲しいな。てかそれもあれなんですよ、ね。で、始まる時からずっと言ってるんですよね。毎回もらえないから、欲しいな毎回もらえないから、出る意味ないってあのー、いや、もうそうなの。言い過ぎだぞ、お前。いや、すぐさ <laughs>、ライトライ来ました、ちょっと。言い過ぎだぞ。<laughs> ちょっと運営さんに文句言ってみるわじゃあ。あっ。やばいよ、ゲストの人もない。で、ね、なんか、このさ、ツイートもさ、なんか、僕らがチャンピオン取ったら3個でさ、チャンピオン取らなかったら0個だからさ、なんか、最初から1個ぐらいあってもいいよなっていう。確かに。最初から1個あって、チャンピオン取るたびに、1個か2個追加でやったらいいじゃんって、今ちょっと思ったから、ちょっとじゃあ。 じゃあちょっと言ってくれた。確かに。ラッタさんのために。そう。じゃあ俺の名前使わんとし。全く言ってない。いや無理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 だめだめね。だめだめね。アペ界隈に喧嘩売りたくないから。そう。何回もカスタム参加してるじゃなく飛び入りの人が言うのめっちゃ俺が嫌い。いや本当に大丈夫さあのラッタさん裏の会社はあれなんでドフル社なんであの。う何。あの。え？そう安いかもしれない。本当？ドフル社があの運営は。ドズさん。行ってます。はい。 ドズルさんにドフルさんにじゃあ3000円もらいましょうじゃあええか確かにエントリーナンバー6マオとユカイの仲間たちあらマオさんユフナさんマオさん繁盛さんアピールポイントつまりマオがキャリーするってことすげえメンプだなそうかマオさんとかラッターさんとまあ世代というかあれ近い世代多分ゲーム実況者世代でああでもそうっすねなんかお世話になってますね <laughs> 過去形になりかですねない。今 <laughs> お世話になってますね。最近お会いしてないですけど。うん、っっけあー、まあ、まあまあまあ。あ<ー>そういうのもありません、ね。まあでもなんか、活動お互いが続けてるってだけでいいっすよね。なん,なんかのパーティーで一緒にいたな。なんかのパーティー。あんまり詳しく言えないけど。 ああ。なんか怪しくなる。なんか怪しくなる。違う違う違う。違う違うよ。違うよ。怪しかったけど。違うね。じゃ。違う違う。ちゃんとしたやつね。粉の売買とかされてたのかな。違うね。白い粉とか。ああ。次行きましょうか。エントリーナンバー8ここからが一般チームかな。え白金古事記なのかな。プラチナ古事記かな。アピールポイント。 高校時代の友達と一緒にチャンピオンを狙いに来ました。よろしくお願いします。わあ、すげえ。ただこれほら俺たちにはなかったもの。おう、やめろ。なんてこと言うんだツっコミ早い。一緒に住んじゃねえぜ。そうだけど、一緒に住んじゃねえぜ。謎のプライドが今。おう、やめろ。全然いいです。全然悲しいビジュム流してもらって大丈夫でし大丈夫です。大丈夫です。お分かった。 えー、行きましょうンドルナンバー9トリプ高校トリプ高校率3分の2、えー、アピールポイントこの前告白ひよったものです月の人とツーショットも撮り最高です<何>彼女にはこの配信を見せもらうように言ってるのでここでかっこいい姿にします <laughs> ぶっつぶしてやるぜ <laughs> <laughs> やべえ緊張するいい何に緊張するんですかええー、いやもうこういうの初めてはい優しくしてね

硬いもよくない。れが一番よくない。ごめかわせ。の締めた配信引きずってるぞマジで。ああそうなんだ。皮膚が傷かれてるのよくないよ。ごめんななんか。ごめん仲合わせ。いいよ。好きなのにね。俺俺俺も好きだけどさ。本当は大好きなのに配信ではね。大好だけどそうやっぱ TPO ってのがあるからね。配信で俺そういうイメージないからさちょっと。ああ確かによ。苦しいよでもそれいつまでもやってたの まあ確かに今、まあ、そのうち言い出すわちょっとそのうち何買うのかを、ね、裏裏では壊れたようにおちんちんしか言わないからね <laughs> ここいるね、はい、いたいたリブ割りかけですナイトドア割ってやろうクソガキみたいな感じだったよ <laughs> クソガキだからねあそうかあそかあなっち間違ってはないそうだったね

よかった全然しないけどめっちゃ遅くないラグないぞ。よ <laughs> <laughs> かっ <laughs> た。<laughs> 今、ディスコでは30秒ぐらいラグあった。<laughs> 友情、カッコ努力、カッコよそら、勝利、カッコよるせ、対戦、よろしくお願いします。PS、2.5次元の誘惑という漫画がオススメだそうです<ー>あ。なんかタイトルだけ知ってるな。<の>ナンバでやってるコスプレの漫画だったっけな、確か。あー、それだ。ような気がします。2.5次元の。 そう、ジャン、ジャンプ、なんだっけ、あの、あ、アプリ版のジャンプでやってますね、確か。ジャンププラスいいよね、あの。程よい。エロさがあって、いいっすね。程よいエロさが。あっえ、本当だ。ジャン、ジャンプラは結構、攻める。ちょっとエッチ。そう、ちょっとエッチなんですよ。なんか、ちょうどいい。ちょうどいい。ちょうどいい。ほう。はさん、ショベルがお好きと。なるほど。ジャンプラ。はるさんのこれはちょうどいい。 これはちょうどですね。なるほど。はい。え、ジャンプラ、2.5次元の予約よろしくお願いします。あとで全館買っとこ可かわいいな。え、うまいっすね、これ。かわいいな。寝裏でかみしめない。終わってからにして。出てこない。出てこないよ、富士山のスキー場って出てきた。ああ。富士店。 てこのリスキー行このリスキー。あ、行きましょう。このんですか僕スノボとスキーどっちもできる。あ僕もスノボできるけど、スノボも一緒やらないって決めたからスキーやります。なんでスノボ初めてやった時に山ってめちゃくちゃ天候変わるじゃないですか。あれね、屋上から滑ったらめっちゃ大雪になって顔し死ぬほど痛くても一緒やらんって決めました。なんか楽しそうねあのボ防具つけたら一緒に。いやなんか顔につけてもめっちゃ痛かったんですよ。なんか。 らい雪が強かったんですよ。楽しそうですね。それしかもスキーでも変わらず絶対。俺絶対やらないですそうだから。このリーズスノースポーツ、行きましょう。行きましょう。いいかなんか楽しそうですね。ウィズラッタ。よいしょーよいしょーえいしょーよいしょーいしいしさあ、といった以上、3試合、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか楽しかった。運動会。運動会。

報復だのはああもうすごい数字入るすべて。わかりました。もニコニコはわかりました。<laughs> <laughs> 最高。